東105丁目駅は、ブルックリンクカナーシーにある、ニューヨーク市地下鉄 BMT カナーシー線の地上駅で、ある。東105丁目のホスターアベニュー、ファラガットロード間にあり、終日 L 系統が停車する。駅前にある、踏切跡この駅は1906年12月28日、BMT カナーシー線の蒸気鉄道線沿いにあった、旧駅の代わりとして開業した。 駅は一面三線で、狭い島式ホームと二本の旅客線、一本の留置線を持っている。ホームには片面ベンチが一つあり、中央の線路と北側線路に面している。南側の線路は留置線と金足車両基地への引き込み線を兼ねた線路である。駅は1970年代と2005年に2回再建されている。東1 5丁目駅は開業当初は、 地上駅でかつてはニューヨークの地下鉄線内で唯一の踏切を持っていたが現在は東105丁目を南北で分断し踏切は廃止された踏切は撤去されたが駅敷地内に跡が残っている踏切は1972年8月28日から1973年8月6日の間に廃止されたがその正確な廃止日時は分かっておらず論争が 続いている。この駅にあるアートワークはマイケル・イングによってクレッシェンドと名付けられ、2007年の改築中に階段の近くにステンドグラスが設置された。また、この改築ではホーム上には小さな屋根が取り付けられている。駅のすぐ南側には変電所がある。駅唯一の出入り口はホーム上にある駅舎を経由しており、駅の東側にある。 ホームから階段で上に上がると、待合室などを兼ねた場所に出て、ここに自動改札がある。改札外には切符売り場と南北に一つずつ階段があり、それぞれ東105丁目の端に出ている。ありがとうございます。